トックスはエンドツーエンド暗号化を提供する P2P のインスタントメッセージとテレビ電話のプロトコルである。すべての人に安全で簡単に接続できるコミュニケーションを提供することを目的としている。リファレンス実装は GNU-GPLV3 のもとで配布されている。GitHub への最初のコミットは2013年6月23日にイルンゲントウというユーザーによって行われた。 2014年2月3日以降、プレアルファ版のテストバイナリをユーザーが利用できるようになり、トックスのナイトリービルドがジェンキンスによって公開されるようになった。同年7月12日、トックスの開発はアルファ段階に入り、このことのために再設計されたダウンロードページが作成された。ユーザーには公開鍵と秘密鍵が割り当てられ、 完全に分散された P2P P ネットワークによって互いに直接接続する。ユーザーは友達にメッセージを送ること、友達や見知らぬ人とチャットルームに参加すること、音声と動画によるチャット互いにファイルを送信することができる。トックス上のすべてのやりとりは NACL によってエンドツーエンド暗号化されており、認証付き暗号と完全な前方非特性を提供する。 トックスクライアントは安全で匿名性のある様々な通信機能をサポートすることを目的としている。すべてのクライアントがインスタントメッセージをサポートしており、グループメッセージング VOIP ビデオ会議、タイピングインジケーターメッセージの既読確認、ファイル共有、プロファイルの暗号化、デスクトップ共有などの追加機能はクライアントによってサポートの度合いは異なる。追加機能は コアプロトコルがサポートしている限りは、どのクライアントでも実装することができる。コアネットワークシステムに関連しない機能については、クライアントに任されている。クライアントの開発者は、クライアントの互換性と最良のセキュリティを維持するために、トックスクライアントスタンダードに従うことが強く推奨されている。トックスコアは、プロトコルと API を確立するためのライブラリーである。 ユーザーにとってのフロントエンドであるクライアントはコアの上に構築されている。コアを利用することで誰でもクライアントを作成することができる。使用開発者であるイルン・ゲントによって書かれたコアの設計に関する技術文書は MIT ライセンスの下で公開されており自由に利用することができる。トックスの中核となるものはトックスプロトコルの実装である。このプロトコルは OSI 参照モデルのアプリケーション層の1、例であり、おそらくプレゼンテーション層でもある。TOX プロジェクト以外によって作成された TOX プロトコルの実装も存在する。TOX プロトコルは、音声のストリーミングには o p パ s を、動画のストリーミングには VP8 を使用する。TOX は、リブソディアムを介して、NACL に組み込まれている暗号化方式を使用する。具体的には、 鍵交換には、カーブ25,519を、共通鍵暗号には、エクスサルザ20を、メッセージ認証符号には、ポリ1305を採用している。トックスクライアントは、他のトックスユーザーと通信するために、トックスコアライブラリーを使用するアプリケーションである。様々なクライアントが存在し、多くのシステムに対応している。ピジンとミランダ NG にも、 トックスプロトコル向けのプラグインが存在する。lwn.net によると、2015年7月11日、トックスファンデーションの代表権 CEO による寄付金の悪用をめぐる争いのため、トックスの開発者たちは、同財団との関係の解除したと正式に発表した。プロジェクトのドメインは、同財団が管理していたので、 プロジェクトの大部分が新たなインフラサーバドメインに移管した。トックスは初期の概念の段階で大きな注目を受け各国の技術系ニュースサイトで取り上げられた。2013年8月15日には GitHub のトレンドで5位になった。メタデータの漏えいについての懸念が提起され友人を探すプロセスでオニオンルーティングを使うようにすることで対応した。 トックスは2014年と2015年に Google サマーオブコードで学生に対して指導を行う組織として承認された。ありがとうございます。